ヤマハ RZ、RZ、RZ とは、かつてヤマハ発動機が製造していたオートバイであり、シリーズ車種として、排気量別に生産されていた。RD の後継車種で、1980年8月に、株式会社ヤマハ発動機から販売された、国内向け専用の 250cc のオートバイ車名である。1970年代、 北米を中心に自動車排出ガス規制が強化され、2ストロークエンジンの使用が厳しくなってゆく中、最後の2ストロークスポーツモデルを作るという思想から誕生した。RZ の R は元来は、ヤマハ社内で 350cc を意味している記号では、R が Z は水冷を意味する。他にアルファベット最後の文字から転じて、最後の 究極のといった意味も込めているという。スポーツバイク本来の基本走行性能を中心に設計されたエンジンは当時の同社製市販レーサーである TZ と同じボアストローク 54mm54mm 54、mm、の水冷にストローク並列に気筒のレイアウトをおり、同クラスとして当時トップの 35PS を誇った。軽量化のため樹脂部品も多用されたほか、リアサスペンションには ロードスポーツモデル初採用のカンチレバータイプのモノショック、モノクロサスペンション、新デザインのキャストホイール、大型のハロゲンヘッドライトなど、当時の最先端アイテムを装備していた。オートバイ専門誌のスクープ記事で、初めて紹介された1979年から年、近く待たされての発売、1980年8月だったことも手伝ってか、 注文から納車まで3ヶ月待ちなどという状況がしばらく続くほどの大ヒット作となった。株式会社 GK インダストリアルデザイン研究所、現株式会社 GK ダイナミックスの手によるスタイリングデザイン面も好評だった。なお、通称品の丸カラーとも言われる初期型のホワイトモデルは美しいパールペイントである。以降のホワイトはソリッドホワイト。 そして走行性能の高さも特筆するものであり、上位排気量の4ストローク 400cc クラスとも、対等以上に渡り合える性能だったことから、400キラーとも呼ばれた。車両の走行性能などの目安とされる、パワーウェイトレシオも 3.97kgPS と、当時の4ストローク 400cc クラスと型を並べられるものだった。チャンバータイプの 膨張室を持ったマフラーの市販車採用も当時では珍しく、ルックスのレースイメージのアップとともに、性能アップにも貢献していた。駆動系の性能が高いのに対し、制動系、ブレーキの方が、フロントがシングルディスクで、リアがドラムではあまりにも貧弱、不十分、と言われた。350使用のダブルディスクにしている個体も多い。 1983年2月に発売された2台目は、社名を RZ250R とし、ビキニカウルの標準装備やタンク容量の変更、20リットルなどに加え、エンジンには他社に先駆けて排気デバイスであるユープブスを搭載して、出力 43PS に強化された。排気デバイスとは排気タイミングをエンジン回転に応じて最適化させて、 高出力と扱いやすさを両立させるための装置で、この時装備されたユープブスは、当時の市販レーサーである TZ の同装置ですら機械式であったのに対して、ワークスマシンユーザーと同じ電気式を採用していた。フロントブレーキのダブルディスクか、リアブレーキのドラム式から、ディスクブレーキか、リアのモノクロスサスペンションもリンクを介したタイプになるなど、足回りも大きく進化した。その反面、 重量は初期型に比べて 6kg 増加した。キャスター、トレールが26度50分、101mm から26度30分、99mm と若干立ち気味になったものの、30mm 延長されたホイールベースや市販レーサー TZ のようなワイドタイプのダブルクレードル取ったフレームの効果などにより、小回りが幾分しにくくなったが、安定性が高まり、 初期型でよく見られた高速コーナーでのヨーイングやウォブルといった不安定な動きが抑え込まれている。車体打国開始番号29リットルから0001011984年2月発売、標準でエンジンサイドまでのハーフカウル仕様オプション装着でフルカウルやシングルシート化することができた強制開閉式パワージェット付きキャブ等によりエンジン出力当時の 業界自主規制の上限いっぱいの 45PES まで引き上げられた。別体サイレンサータイプのマフラー。フロントブレーキキャリパを対抗ピストンタイプへ変更。電気式タコメーターの採用。丸型ウィンカーを現在の XJR1300 などに採用されている卵型のものへ変更。トップブリッジ上側のマウントでバーハンドルと高さは大差ないが レーサーをイメージさせるセパレート形状のハンドルが採用されたのもこのモデルからである。エスプショップでしか販売しなかった生産数2000台の限定モデルも存在した。車体が国会市番号 29L から040101。1984年10月に発売された RZ250RR のネイキッドバージョン。大型角型ウィンカー、タンクのエンブレムが RZR の表記の前期モデルと、ヤマハの後期モデルがあるが、その他グラフィック類最低度ある。車体だ国会始番号29リットルから083101。1986年7月にマイナーチェンジ。前年11月に新型の TZR250 が発売され、時はレーサーレプリカブームに突入してゆくが、 RZ250R はニストロークスポーツの廉価版モデルという位置づけで平廃さ続けた。シートレール形状変更、タンク形状、容量変更、20リットル17リットル、ホイールデザイン変更、キャスター、トレール26度、96ミリメートルへ変更、テールランプのレンズが従来までの三角お結び形か、一般的な四角形のものへ変更、丸型ウィンカーを、 現在の XJR1300 などに採用されている卵型のものへ変更など、またタンクやシートレール変更に伴い、サイドカバーもテールカウルまで続く一体形状に変更された。車体が国会市番号29リットルから10101から1988年7月、最後のマイナーチェンジ。当時の4ストロークエンジンを積んだレーサーレプリカモデル。 FZR250 系の足回りをそのまま移植したような内容だった。代表的なものは17インチになった3本スポークの前後ホイール。また、RZ 国内モデル唯一のデジタル進化 CDI が採用された。車体外国開始番号29リットルから12101。後継機種は R1Z。 RZ350 は1981年に発売された。250との主な違いは、排気量、ボアストロークイコール 54mm54mm247cc64x54mm347cc 54、mm、のほか、フロントブレーキのダブルディスク化、マスターシリンダーも変更、オイルポンプ駆動用ボームギアの変更による、土質量増加。 キャブレタージェット類の変更、トップブリッジのハンドルマウントのラバーマウント化、2次、減速比変更に伴って、ドライブスプロケット、ドリブンスプロケットの波数変更、リアホイールに内蔵する、ハブダンパーの大型化、250の丸型ラバー、プッシュタイプから、チーズダンパーへ変更など多岐にわたる。内部構造についての言及は、避けるが、マフラーに刻まれている。 文字列に相違も見られる。発売当時の OEM タイヤにリアだけではあったが、当時人気のダウンロップ系 81TT100 がおごられていた。ちなみに250は横浜タイヤである。その他機能部分以外にも、スピードメーターのスケールが時速 160km 時速 180km へアップ、ホーンが高低音のダブルタイプになり、ステアリングステム、 アンダーブラケット前方にブレーホースの分岐部を隠すための樹脂製のカバーもついていた。カタログ印刷段階のミスだったのかどうかは計り知れないことではあるが燃料体育溶石の表記に0.5リットルの際があり 350cc の方が少ない表示になっていた16リットル16.5リットルがタンク形状そのものは同じである。一般にはオーエンジンの排気量と ダブルディスク化されて制動力を強化した程度の認識ではあるが、100cc の違いから生まれるエンジンの蘇生は、パワーバンドを過ぎた後のオーバーラン特性にも優れ、250cc よりも高速回転域が伸びやかであった。走行性能を大きく左右する、パワーウェイトレシオの数値も250の 3.97kgps から 3.17kgps へ引き上げられた。 これは当時の 750cc クラスと型を並べる数値であったため7半キラー北米ではポケットロケットの異名を持つまでの存在となった当初は欧州向けの輸出専用車欧州では RD350LC だったが1981年に国内でも販売が開始されたしかし車検制度の制約があるため国内販売台数は低迷した また、250cc の車体で 350cc エンジンへの乗せ替えが容易であったという面から、エンジンを乗せ替えて改造しようとするマニアから重宝されたこともあり、現存する車両は非常に少ない状況である。その後は 250cc 同様に、RZ350RRZ350RR とモデルチェンジしていくが、スパルタな面向を与えられた初代と比較して、 モデルチェンジごとに安定志向の強いスポーツモデルへと変貌を遂げていった。ただし、250R で U1AR 以降のモデルに当たる 350R は国内モデルには存在しない。51リットルの 350cc 版である 31K を最終型としてカタログオフされた。日本国外モデルでは国内で U3HM をベースとした 350R が存在し、 最終型は、デュアルヘッドランプのフルカウル仕様となって、後々まで販売された。排気ガスの基準が、各国まちまちであるため、シムケチにもよる、触媒を採用したモデルでは当然でチューンされているが、機関・電装系統について総合的に見れば、完成度の高いこの国外 350R が最強、言えよう。RZ125 は1982年に、 発売され、数度のモデルチェンジを繰り返した後、TZR125 に引き継ぐ形で、生産終了した。前期と後期に対別され、前期型 13W はユープブスなし、後期型 1GV にはユープブスが装備されている。排気デバイスの有無により前期型はピーキーな高回転型エンジンとなり、後期型は比較的マイルドなエンジンとして評価される。 なお、RZ125S33X なる中期型も存在し、ユープブスは装備されないが 1GEV と同等の 22.0PS に向上され、グラフィックの変更と特徴的なツノメミニカウルが装備された、プロダクションレースのベース車両としても重宝された。なお最終型 1GEV は、RZ125 から TZR125 への過渡期に当たるため、 共通点も多い。フォークやメーターなどは共通部品であるし、ホイールもサイズこそ異なるが類似のデザイン。そして TZR125 も初期型に RM はリアブレーキはドラムを採用している。RZ50 は1981年にフルサイズボディに水冷2サイクル短気筒エンジン搭載、最高出力は 7.2PS という当時の 原付き最先端のスペックを持ったスポーツバイク、ゼロハンスポーツとして発売され人を博し、数度のモデルチェンジを繰り返した後、一旦は TZR52 引き継ぐ形で生産終了したが、当時主流であったフルカウルのレーサーレプリカタイプの流行に、陰りが見えていた中、いわゆるネイキッドタイプのおとなしく、トラディショナルなスタイルのバイクとして1998年に復活した。 エンジンはアップデートな水冷であるが、スタイリングは、スポークホイールや、ダックテイなど、RZ というより、むしろ、TD レーサーや空冷モデル、RD 系をイメージさせるデザインである。初代の RZ と2代目とでは社名こそ同じだが、全くの別物と言って良いほど、ルックスメカともに異なる。ボディは、初代同様に、フルサイズであるが、フレームは、 DT50 の設計を流用しており、キャストホイールから鉄スポークホイールへの変更。角バッタ、サイドカバーやシートカウル類はデザインを一新。ロングタンクに短いシートカウルは60から70年代のレーシングバイクを彷彿とさせる。フロントマスクも角ライトから丸ライトに変わっている。エンジンは TZR50R のために新設計されたものを小変更し搭載。 初代は、電装が 6V で、キック指導だったが、二代目は、電装が 12V に強化されセル指導となっている。なお初代モデルのパーツは、もはや在庫がないに等しい程度に減ってしまっており、壊れたら、致命的になる。二代目は、新車価格が、高価、2007年時点で284,550円、であったことから、自動二輪車免許を持つライダーからは、 原付2種と比較されたが、2ストロークエンジンという貴重さから、あえて RZ を選択する人も見受けられた。RZ50 は国産車最後の2ストロークスポーツモデルとして生産され続けていたが、2007年の自動車、排出ガス規制により生産終了となり、RZ シリーズは27年の歴史に幕を下ろした。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。